日本はこの前半は左から右に攻めます。キャプテンの長谷部がサイドチェンジを多くすること、それから勇気を持って戦うこと、さらに他の選手からもバランスを大事にしたい、そしてザッケローニ監督はもっとやれるはずだ、そう選手たちに話しかけ鼓舞しました。まもなくゲームが始まります。日本のキックオフで第2戦シリア戦がキックオフです。人数かけられてますし、いい攻撃だと思いますね。また右が空いていましたので、そこを使う。今度は内田、ふわりと上げる、チャンスだ、シュート、高さがありました。前田のヘディングシュート、いやこれはフリーでしたよ。これいい動きでしたけどね、前田選手がディフェンスラインの視野から消えて裏に抜けましたけど、ジーノを狙ってくる、2人で対応、この後ですね、ミドルのシュートは空振りだ。少し危なかった日本です。ね、まとまりっていうのはチームが出てると思いますけどね。さあそして香川が右サイドからクロスを上げる、内田を走らせて裏を狙いました。はい、こういうことは非常に続けることは大事だと思いますよね。はい、ただ本当に速いこの奪ってからのカウンター、ジーノだ。うーん、例によって遠藤です。巻いてくる、フリー、いやー惜しかった。今度は引っ張られたことをアピールしましたが、内田、そして走り出したスペース、裏を突く本田、逆のサイド前田が走っています、クロス上げる、チャンスだ、香川、香川シュート、シュートまだ打てない、シュート打った、まだありますよ、まだある、後ろから走るシュート決まった、日本先制。前半の35分、日本長谷部のゴールで先制しました。いやー良かったですね、本田選手の仕掛け、その中シュートを外れましたけれど、キーパー止められましたけども、その後もしっかりこぼれ球を拾いに行きましたし、はい、最後の長谷部選手もよくキーパーとディフェンスを見て落ち着いて流し込みましたよね。非常に落ち着いたゴールでした、キャプテンの長谷部、ここの突破は素晴らしいですし、この後ね香川選手こううまく切り返してキーパーに止められたんですけども、その後しっかりこうディフェンスをブロックして、はい、内田、本田、内田、相手の守備がやや混乱し始めました。やはりここでこういったプレーがなかったですよね、前半はね、やはり点が入ったことで余裕が出てきていると思います。前田のシュート、ボール回しが早くなったところで前田が余裕を持って今も打てるようになってきました。ですからこの間もなく前半が終了しようとしていますが、かなりいい形で入っている日本です。ちょっとねこう本田選手が流れることで5番のイスマイル選手がちょっとどこ回していいんだかっていうところはありますよね。はい、ここで前半終了、この長谷部のゴールで日本が1対0とリードして折り返します。要注意7番アブドゥルラザーク・フセイン、今後半のキックオフ、シリアのキックオフで後半の45分が始まりました。ラザーク・フセインのファール、日本ボール、素早く出す、裏へ抜ける、チャンスだ、前田、前田、前田、笛はない、シュートも打てませんでした。惜しいチャンスでした日本。よかったですよね。ワールドカップから成長を続ける長友です。ロングスローが入ってくる、注意したい。コーナーキックに変わります。ちょっと危なかったですね、はい、そうですね、動き出しをうまくこう使ってもらえればもっとよりよく自分も活かせると思いますけどもね、うん、そしてまあ香川選手は本田選手入ってきますよね。ここさあ長谷部が入ってきた、クロスが入ってくる、続けることで相手が出てこれなくなりますよね。はい、前田、前田ドリブルで持っていきます。ここは上はありません。自分で抜けてゴール前へ迫ろうとした動きでした。ただコーナーキックはシリアです。ここは要注意、集中力高めたい。危なかったですね、ゴール前危なかった。ただ体を当ててますから相手は力が強くできなかったのは良かったですね、フリーキック要注意、レフティのアヤンが蹴る、アブドゥル・ラザーク・フセイン7番の姿があります。あ、これは選手、吉田麻也が呼ばれてイエローカードだ。
吉田麻也に対してイエローカードが出されました。遠藤のフリーキック、前田落として本田がプレッシャーをかけに行きます。後半の24分を回っています。いやー、シビアのプレッシャーが早い。しかしそれは読んでいました。さあちょっと危なくなった日本、集中力が大事。川島どうだ、あ、オフサイドでしょう、オフサイドでしょうか。旗は上がっています、旗は上がっています、旗は上がっています。しかし主審は今 PK をジェスチャーしたようにも見えましたが、ラインズマンは旗を上げています。ラインズマンがゴールに行くということはこれ PK の可能性が高いですよね。コンビに行ったと、そういうところを邪魔してますから、これはオフサイドでしょうけれども、はい、ここは確認に、はい、しっかり確認させた方がいいですよね、これ1点はかなり重要ですから、はい、これは非常に大事な問題になると思いますけどね、さあ判定を待ちたいところですが、もう日本のベンチからももうこの辺りに対しては、ああそして今一人コーチ、これ退場ですね。こうもうしっかりとこう話してもらわなきゃいけないですね、ここは。はい、退席処分を受けてしまいました。そしてああ PK ですか、川島選手にレッドカードですね。いや今川島にレッドカードだ、川島にレッドカード、日本のゴールキーパー川島退場。しかし今日の主審のラメザナリレフリーは PK を指示。これをパスではなくて菅野選手がクリアしたボールだということであればオフサイドではないですよね。はい、そして川島は退場ですから、これで西川が入るには1人選手を交代させなければいけません。前田との交代です、まあ、西川選手をこう追いつか、落ち着かせているところだと思いますね。はい、そして川島退場を受けて日本のゴールは西川が回ります、守ります。こちらはシリア、涙を流しながらこのゴールを願う。場内シリアシリアの大歓声。日本の西川守りたい。そうですね、見せどころでしょうね。いやー、同点にされてしまった日本。後半の31分、シリアが同点に追いつきました。日本ペースで進んでいた今日のゲームのシリア戦、日本同点とされてしまいました。松井テクニックを見せる、長谷部が上がってきますが裏を狙った、シュートまでいかない。またここは遠藤、縦への縦のパスが入る、岡崎、そして本田、シュート、キーパーに弾かれた。いい攻撃を見せましたが日本ネット揺らせませんでした。この縦のパスがいいんですね。人数は足りないんですが、その分は、あ、裏を狙って岡崎だ、岡崎だ、岡崎ボールキープ、倒れる、 PK を得ました日本。さあ今度は日本が PK、 ペナルティーキックのチャンスを得ました。さあ後半の36分を経過したところ、本田が蹴ります。決めた、勝ち越しゴール本田、2対1、再び日本リード。
本田の落ち着き、鮮やかなゴール。ここは仕方がないですけれどもね、はい、やっぱしっかりとディフェンスラインと中盤のラインをしっかり保たなきゃいけないぞ。遠藤が前に出る、裏を狙ってきたシリアだ。しかしが岡崎のディフェンス、危ない、前が開く、シュートに来た、あ、西川不正だ不正だ、西川不正だ。ハティーブのシュートでしたが西川の正面、いいセーブですね、落ち着いてましたね。中盤この辺り遠藤が動く、プレッシャーをかけに行く、一人だけしかいない、シュートに来たハティーブ、すでにプレーが始まっている、シュートに来た、バーの上でした。そしてフレッシュな細貝がまたプレッシャーにかけに行く、前に出して本田から岡崎だ、裏を取れば面白い、岡崎、そして本田がフォローに行く、まあ、キープでしょうね、ファールになって日本ボール。あっとこれは今日の主審のラメザナリさん、イランの審判が今イエローカードを13番の砂漠に出しました。一人ぐらいプラスした感じでいいんですけれども、レニアネンを2人プラスしましたね。はい、あっとここは、あ、そして今2枚目のイエローカードですね。この砂漠は2枚目のイエローカードでレッドカード退場、砂漠退場で、これで10人対10人になりました。またロングスローですからね、ダイムのロングスローが入ってくる、すでにロスタイム6分台に入っています。まもなく7分になろうとしています。ロングスローが入ってくる、跳ね返す吉田麻也、ここで試合終了、日本2対1逃げ勝った、勝ち点3を積み上げました。いやー、アジアカップ初勝利、日本勝ちました。いやー、これは福西さん、これは苦しかったですよ、大きな勝ち点3を取ったこと、これは確かなことです。あ、シリアの北バレリュー監督が審判団に対して抗議をこう声をかけてしています。しかし福西さん、はい、あの日本もそうですがシリアの選手たちのこれ気持ちも分かりますね。そうですね、まあ、厳しい判定でしたからね、はい、だから日本にとっては川島選手のこう厳しい判定っていうのもありましたから、やはりよく最後までまあ集中してチームとしてこう勝利のためにできたこの結果だと思いますね。はい、ゲームが終わりました。